反対光合のディープバイと下がってきながら提出しちゃうんです。当然最初にあったこの光合ヘビも届かないですよね。アライナの上からエラスティックをかける、大きめのアタッチメントをつけてバチンとはめ込むようにすればグーッとこの動きです。はい、広げていきます。ずっと広げながら2番を出してきて、ちょっとずつこう我慢して我慢して我慢して前に出してます。でこうやってね、あのテンション確認しながら、簡単でしょ、単純な傾斜移動ですよ。だからアライナでキャッチできないんですよ。その上で周りの骨がカチンカチンに硬いんですよ。